今日は皆さんお忙しい中たくさん集まっていただいてありがとうございます。もう提訴してから早くも解雇されてから2年が過ぎて本当に日々大変なんですけれど、ここまでなんとか力を合わせてこれたのは皆様のご支援のおかげだと思っています。今日も暑い中株主総会で宣伝行動してきました。一日でも早く解決するためにこれからも皆さんのご支援をいただきながら精一杯頑張っていきますので、ご支援よろしくお願いします。ありがとうございました。今日はたくさんの方に集まっていただいて本当にありがとうございます。なんか長いあっという間の一戦だったっていう感じがしてならないんですけども、これからも頑張りますのでよろしくお願いします。皆さん今日来てもらってありがとうございます。私は子供いるのでなかなか活動を行ってきますけど、でも気持ちをみんなと一緒なんでこれからも頑張っていきたいのでよろしくお願いします。泣き虫の分会長の池田です。先ほどの写真、去年の6月1日の中の衣が調査の衣です。今ピカピカの1年です。今日も来る予定なんだけど歯が1本抜けちゃって皆さんに顔を合わせられないで来られなかったそうです。本当に可愛いです。本当にその成果ぶりを皆さんに見せたかったんですけど、今日ちょっと歯1本抜けちゃって申し訳ない。何は皆さんもう会えると思いますけども、来年は葬儀解決してるかもしれない残念です。本日本当に気温32度の中で朝から間違えて時間間違えた2人が電話があって、9時から誰もいなくて待っても誰も来なかった、申し訳ありません。今日は午後からです。ありがとうございます。私たちはこの1年間本当にあっという間でした。解雇された時はずっと下向いてたママでした。皆さんの応援で温かい本当会議の時に本当に2時間でも3時間でも皆さん一緒に考えて寝てバナナケーキを作ってきてくださる方、毎年5月に乾杯していただける方、遠い京都、宮城、乾杯が届いたよ、それだけでも私たちは前向きになりますよ、なりました。本を読んだ。未来は未来にあるではないです。未来は今から道を開いていかないと未来はないです。本当にそのこと不思議です。私たち皆さん連合だ組合の方力合わせて一生懸命この戦い、日産、ジェフリー、資生堂、この神奈川県の葬儀の道を開いていかないと未来の非正規労働者、未来の身分のない労働者は物のように同じ繰り返すことをされるのではないでしょうか。本当にこれからも今日原告団本当に7人揃わなきゃいけない家庭の事情で来られる、本当に私たち4人の言葉でお礼を言いたいです。本当に心からお礼を申し上げます。ありがとうございます。